今観賞魚の中で特に人気が高まっているメダカについてです。コロナ以降、自宅で気軽に楽しめると息の長いブームになっています。そんなメダカの養魚場が岡山にもありまして、今100種類もの色や形、質の違うメダカがいるんだそうです。千上さんが取材してきました。ヒレの長い銀色の個体やラメが美しいものも、これすべてメダカなんです。総社市にあるメダカ専門の養魚場、無中メダカです。飼育しているその数はなんと10万匹以上。今それだけのニーズがあるのだといいます。飼いやすさだと思いますかね。いろんな品種ができたっていうところが一番だと思いますし、こちらでは100種類もの色や形質のメダカを繁殖させています。さまざまな種類のメダカを掛け合わせることでできる改良メダカ、自宅でも繁殖改良を楽しめるのがメダカの魅力だといいます。中にはこんな変わったメダカも。こちらはダルマっていう、胴体がこう短くしていってダルマ体型にしているメダカですかね。体長1センチほどのダルマメダカは幅広い世代に人気なんだそうです。もう見てるだけでこう心が温かくなるというか、メダカ見てるだけでなんかこう大人も子供も楽しめるんで結構好きですね。ちなみにこちらで育てているメダカの中で一番高価なものは、綺麗なヒレのメダカですね。優雅に泳いでますよ、はい、ちなみにこちらっておいくらぐらいするんですか。日本の改良メダカの最高額と言われてるんですけど、190万円ついたメダカで。190万円、はい、本当に、はい、この改良メダカの魅力を多くの人に伝えたいと、あさって岡山市で第1回全日本改良メダカ選手権を開催することにしました。当日はメダカの品評会をはじめ、即売会やメダカすくいなどを楽しめるということです。いろんな改良メダカを見たことない若い世代、お年寄り、皆さんにこう見ていただきたい。そして綺麗だなと一言言わせてみたいですね。自分好みのメダカにいつか皆さん会ってほしいと。それでどうですかね、家族みんなでメダカをみんなで見ていただきたいと、はい、そういう思いで作ってます。もしかしたらお気に入りのメダカに出会えるかも。奥深きメダカの世界です。値段に驚きますね。いやびっくりしましたよね。過去の、ね、オークションで一番高い値がついたという時なんですけども、取材して坂上さん、この社長さんなんですけど、もともと桃農家だったんですね。なんですけども、このメダカのすごく魅力に取りつかれて、メダカをこう養殖されているという、繁殖させているということなんですよ。すごいですよね、このメダカの、ね、魅力っていうのがこんなにもすごいのかと今日は、本当人気ですよね。岡山県内でも扱ってるところも増えてますからね、そうなんですよね。飼育しやすいというのもあるのかもしれません ね、うん、なかなかこれが水が大変でとか、私飼ってますけど、水がすっきりがないので次に行こうと思います。